なんで勝手に結婚するの？え？それ言います。なんで勝手に結婚するの？俺何も聞いてない。しますよ。何も聞いてないんだよ。いやでも婚姻届にサインもしてないし、何にも聞いてない俺は。いやでも今、勝手って言いましたけど、うん、ちゃんとお話ししましたよ。え？それこそ、うん、その私7月に、はいはい、プロポーズをしようっていうことを考えてて、うん、7月に、うん、7月に、その時にちょうどあったのが、みんなあの芸人で集まったのが、うん、鳥の酒場のレセプトンパーティー、うん、あんだけど、うん、でそこの二次会、はいはいはい、二次会で俺と伊藤さんと早坂さんと、うんうん、あと、まあ、何かいて、ね、いて、うん、で、みんなで話してて、うん、で、そこで俺、今度プロポーズするんですって言って、うん、で、伊藤さんが、おい、なんか考えてんのかって言われて、うん、いや、考えてねえんすよ、つって、うん。で、あの、花束を渡そうと思ってんです、つって、そう言ったんですよ。プロポーズで花束？花束。ああ、それ、アバイア続けて。なんて言って渡すんだって言われたから、うん、どれいんかっつって、もう一緒にその、パって渡す、それだけだったんですけど、うん、それ、お前、ちゃんと考えろと。なるほど。あっちは一緒女性がね、喜ぶ、一生に一度だから、一生に一度の、ね、プロポーズの予定だもんね、一生に一度の予定だから。ちょっと、あれ、分かってねえわ。みんなでプロポーズ大作戦考えようみたいな。ああ、それね、今ね、言われて思い出した。ね、あったじゃないですか。すっかり忘れてた。なんで忘れてんすか。じゃあ、俺だから、あの時ベロンベロンに酔っ払ってたんだよ。頭痛かったでしょ、俺。そうっすね。3次会、4次会くらい行きましたよね。過去一頭痛がひどかった日。寝てたやつ。寝てたやつでしょ？寝てたやつ。もう家帰りてえのにさ、なんかカラオケ連れてかれてさ、あの地獄のような3次会の前の2次会ね。で、やって、ちょっとそういうの話してて。やってた、やってた。うん、で、うん、あの、おのおのプロポーズこうしたらいいんじゃないの？みたいな。ああ、みんなで意見出し合って。そうです。ああ、確かにそんなした気がすんで。で、伊藤さんが、じゃあ俺の、なんか一回やった時あるやつ、うん、レクチャーしてやる。実際に伊藤さんが使ったやつ使ったらしいんですよね。使ったプロポーズパターン俺成功したから。実証済みだ。実証済み。実証済み。これ1個あげる。成功率 100% だからと。そう。1個あげるよと。ああ、いいね。で、それ一発ギャグみたいにくれるじゃん。一発ギャグはくれないんですけど。一発ギャグのような感覚でプロポーズくれるじゃん、伊藤さん。ってくれたんですよね、うん。で、なんか手紙を作って。一番シンプルな手紙だと。かわいいよね。伊藤さん意外に手紙書いたりするんだと思って。ああ、確かになんか、旦那さんになる人というか、彼氏がお手紙書いてきましたわ。なんか女性には刺さる気は。そうなんです。お手紙好きだもんな、女子ってな。ただ書くんです。そう。好きなんですけど、うん。で、ただ書くだけじゃなくて。ただ書くだけじゃない。私と、今後一生、共にできますか、うん、はい、いいえ。っていう、それをめくりになってるらしいんですよ。うん、で、だんだんそのめくってって、はい。お手紙めくってたのね、うん、言ってて。ノートみたいになってるの、ね、ノートみたいな、うん。で、はいにして、最後に、私と結婚してくれますか、うん、はい、いいえ。はいで、うん、よろしくお願いします、みたいな感じで。西野カナの曲見てるな。そっから出たんじゃねえか。西野カナ歌ってない、そういう曲。そう、やりますね。西野カナパターンってこと？ちょっとね、失恋ソングっぽいですね。西野カナが喜ぶ、西野カナのための、西野だ。やつだ。そう。でもまあね、西野カナが喜ぶものは、基本的に一般女性みんな喜ぶから、やつでしょ？そうよ。トリセツ的な。トリセツ、そう、トリセツ、ね。トリセツ的なことね。うん。で、それをやって。あ、実際にやったの？実際やりました。お手紙書いたの？お手紙書きました。それは、ノート？普通にダイソーの便箋に書きました。もうちょっと。もうちょっと。もういや、ダイソーの商品が悪いとは言わないよ。ダイソーさんの。ダイソーさんの商品もね、めちゃくちゃもうコスパがいいですよ。すごくいい品質のもの使われてますけど、結婚のプロポーズはもうちょっとなんか、いい便箋だったんじゃ、いい便箋だったのかもしんないけども。便箋どこで売ってんだよと思ったんですよね、まあ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 、探せばもっとあったんじゃないの。で、それ初日に。やって。あ、待って、それ初日っていうのはどういうこと？あ、そう。4日間行ったんですよ、4日間。トータル。行った？沖縄に。ああ、そういうことね。そうなんです。沖縄、そう。沖縄でプロポーズを。あ、じゃあそれ何？もうプロポーズするために旅行を組んだの？そうなんですよ。あっちの、うちの奥さんが、うん、沖縄でプロポーズ。あっちのうちの奥さん。あ、奥さんね。言葉迷子の人。で、沖縄の小浜島っていうところでプロポーズしてほしいって、もう言われてたんですよ。あ、事前に？はい。もう、もし私に、もし今後私にプロポーズをするようなことがあるんであれば、沖縄の小浜島にしてくれって言われたの。言われてて。あ、で、それでじゃあ、こういうタイミングでじゃあ沖縄旅行に行くべってなったってことは、向こうももう、もう、もしかして小浜島説みたいな。もう、そこ以外ないだろうと。
で、それ何その4日間さ、うん、そのスケジュールで小浜島ってのも伝えてたの？伝えてます、もう。あ、もう小浜島行くって言ってんの？なんなら2人で考えてますから、ね。あ、そういうことね。そこは考えてます。あ、じゃあもう、それもうじゃあ成功する手じゃん、もう。成功する手ですけど、うん、どんな感じで。プロポーズ旅行を2人で考えるってこと？そうそうそう。俺が中身は考えるみたいな。あー、そうか。でも、プロポーズはありますと。はい。このツアーに、そうです。そうそう。この沖縄ツアーのスケジュールの中にプロポーズがあると。壮大な大喜利みたいな。何日目、何日目、何時、どこどこで、まずプロポーズっていうイベント自体はもう確定してんだね。そうそうです。プロポーズもサプライズではないんだ。そう。確かに怖いわな。そうなんです。プロポーズサプライズ沖縄で行ってね、万が一断られようもんなら、残りの時間どうしようってなるもんね。帰りどうしようかなって思います。ああ、でもそれの方が無難かもね。ね。かもしんないわ。出て。まあ、その、では中身でサプライズってことね、うん。そう、中身で。プロポーズ自体のサプライズではなくて、プロポーズの中身で勝負っていう。そうね。穴埋めですよね、そう。あれがどういう立ち振る舞いをするか。そうか、そうか。こいつはね、本当に私のことを愛してるのかと。ね。私と結婚するに足る男なのかっていう。ああ。そこでね。試験みたいな。試験、結婚試験だね。最終試験。ああ、ちょっとハードル高いね、それ意外に。事前に言ってた方がハードル高いかもしれないね。言われてて、ではもう考えてなくて、伊藤さん1個もらって。考えてなかったんだ。それは危なかったな。そうなんですよ。ほんとなんか花束、んみたいな、カンタみたいな、んみたいな感じで渡されたら、それはね。タタタタって書いてるね。何も言わず、いや、帰ってちゃダメだよ。おいおい、帰ってこれどうすんだよ、みたいな。なるほどね。そっか、それで、ね、じゃあ伊藤さんに、どういう感じかを考えてもらって、もらったんだ。で、一個それにして。あ、それだけじゃないんだ。それだけじゃないです。ですよね。4日間ありますから。え、待って、え、毎日プロポーズしたの？毎日、とりあえず、1日は移動日なんで。ああ、仙台から、そうです。沖縄に行ったのが、まあ、移動日ね。そうです。何時に出て何時尺ぐらいなの？何時朝出たの？朝ですね。で、何時ぐらいですかね、飛行機で。2時間。近い。近いですよ。近いね。だから結構、台湾とか、もう2時間とかで行きますし。あ、方角が違うだけで？もう結構、沖縄だって。台湾でプロポーズすればよかった。いやー台湾に、台湾に変更したらよかったんだろな。なんでこんだけ小浜島って言ったのにってなりますね。私はあんだけ念を押して、小浜島にしてくれと言ったのに。そんなこの男は。シーリン・ヨイチとか言われてもね。あ、困るっしょ。は台湾を選びやがったみたいな。そこで初日はまあ移動日、うん。移動日。で、まあ向こうのホテルに荷物とか置いて、まあちょっと散歩したり。散歩したり。ああ、いいね。楽しそう、楽しそう。そうですね。いろんなとこ行って。で、初日はプロポーズしないのね。初日はしないです。ああ、じゃあ2日目？で、2日目にその伊藤さんのやつ。あ、じゃあお手紙作戦は2日目なんだ。そうですね、2日目ですね。はいはいはい。じゃあ2日目はそれだけやったの？それだけやった。え、その結果は？結果はありがとう。おー、ありがとう？ありがとうでした。ありがとう？感謝の言葉だけだね。ちょっと照れた感じでありがとうって言われて。あ、こちらこそよろしくみたいなのは？よろしくまでは言われてないですね。これからもどうぞよろしくねみたいな、その西野カナ。いやいや、そんな西野カナで来ないですよ。西野カナ会社は西野カナと結婚したんじゃないしてないです。西野カナ全然違う。カナちゃんでも何でもない。あ、だよね。なんかニュースで見てないなと思って、ね、西野カナ結婚みたいなニュース今年見てないと思って。そうですよ、俺じゃないです。あ、そっかそっかそっか。で、それでして。じゃあその日は、こちらこそよろしくお願いしますはなかったんだ。そうですね。ああ、そう。ありがとう。とりあえず気持ちは受け取ったみたいな。そっか。じゃあまだそこ成功とは言えないわな。ね、まだ。で、俺もちょっと、まだあるんだぜ感を出したんですよ、ね。あ、そういうこと、うん、なるほどね。ちょっと、あと持って。え、じゃあ二日目の夜にエッチできないね。いや、エッチしないですよ。そんな。できないね。そんなあり。悔しいな。悔しくないですよ。悔しいな。そのために行きたいですから。そこで返事くれればすぐにでも。俺、エッチしに行きたいですよ。小浜島でエッチしに行きたいですわ、俺。あ、そっか。ちょっとなんかあれだな。待てされた感じが。そうね。待てされた感じがあるな。ちょっと待てです、ね。ちょっと残念だな。でも、その日の夜するつもりでいたかもしれないのに。いや、そう思ってねえっすか、ね、そっか、いや、若いからさ、がっついちゃってるかなと。俺の勝手な勘違い、これは。これは俺の勝手な勘違い。この海のとこでやるの、やったら気持ちいいだろうな、みたいな。思わねえっすか。違うの思わねえ。そうか、この夕日を見ながらみたいな、ね。いやね、サンセット沿いにやんないっすか、俺。なんかそういう AV たまにあるけど。わかんねえけど、俺わかんない。どこでやるっていうのみたいな。たまにあるけど。で、じゃあ初日はそれで終わったんだ。終わって。で、3日目か。3日目。3日目。ちなみに4日目に帰るんでしょ？ 4 日目帰ります。で、3日目だ。うん。で、3日目は、うん、そこは俺のオリジナルのやつ。あー、心配だなー。心配だね。心配だなー。ここででも決めなきゃいけないな。カンタなんだもん。カンタベースがカンタだベースカンタ。カンタがどんなに頑張ったってカンタな気持ちちゃうけどね、こっちもね。カンタね、頑張ったんすよ。頑張った、カンタ頑張った。頑張って。で、そこが、宿。
宿を変えたんですよね。ああ、そうなんだ。そうなんです。え、じゃあ、3泊したのかな？そうだね。じゃあ3カ所とも宿違うってこと？宿違います。島も違うんです。え？で、2日目が小浜島なんです。うん、2日、今のとこね。お手紙が小浜島ね。あ、お、そこは違います。あ、違うのね、場所。違う、島、じゃあ返事しねえわな。じゃあ返事しねえわ。そうです。ここじゃないと。ここじゃない。私が指名した島はここじゃないと。そうです。私が指名した島は巌流島。巌流、巌流島。まさ斎藤聖やった。そう、そうなんで、猪木おせえなじゃないの？めっちゃ猪木、船に乗ってる。あ、猪木、後で確かね。猪木後だよね。で、でやって、うん、とそこの、民宿、ミアラっていう。おー、民宿。ミアラ。素敵だね。そうなんですよ、民宿屋さん。ミアラご夫妻とかがやってるみたいな感じなのかな。そうじゃないですか。そこの、オーナー、うん、オーナーの人が、元ダファンプの。イッサ。え、イッサじゃないですか。元、ゲームでしょ。元ダファンプの。ゲンダ。イッサじゃないの元ダファンプ。ヘントナイッサじゃないんだ。ヘントナイッサ。そうか、ヘントナイッサじゃないのか。んでそう、そこの、しのぶさんっていう人が、うん、あの、脱退した後そこでやってる。カントリーカントリー。カントリーしのぶじゃん。カントリーしのぶって誰ですか？プロレスラーの。あ、もうカントリー。カントリーしのぶ有名だろ。カントリーしのぶ。カントリーボンバーカントリーボンバーカントリーしのぶ。カントリーしのぶ。カントリーの方じゃないですね。違うので、しのぶさんがやってるところに行って。坂上かな。坂上そっちだ。普通にし。で、行って、そこで、うん、あの、花束を、あの、一輪のバラ。それ花束じゃないだろ。一輪は、一輪は束じゃない。あの、バラをね。一輪？あの一輪のバラを。おう。あの、宮城から送って、受け取っててもらえませんかって俺言ったんですよ。向こうで準備すればいいか。宮城から送ったの？送った。あっちないんですよ、バラなんて。え、沖縄にバラってないの？バラ、ハイビスカスです。おー。だから参加全部あっかもしんないですけど。まあまあまあね。その、ハイビスカスもちょっと素敵な気はするけどね。でもやっぱ。でも確かそうか、え、なに、アロハシャツみたいな感じもあるよな。そうなんです。ハイビスカスさんで。で、それを。送ったんで、こっちから送って。うん。そしてこれ送ったら、うん、夜にと、前日の夜に、うん、受け取ってもらえませんかって言ったんですけど。二日の夜だよね。二日の夜。うん。そしたら連絡来て、うん。忍さんから、うん。その日、小浜島、うん、沖縄の時間だから、うん、あの、運送やってねえと。やべえと思って。そうか宮城感覚そう宮城時間で考えたったから。やってるじゃないですか。うん、大和さんだの。やってるよ、やってる。9時ぐらいまで来てくれるよ。やってるじゃないですか。再配達ありがたいです、本当に。ありがたいです。あれはありがたいです。申し訳ない。やってないから、ちょっと安倍さん、ちょっと変えてくださいって言われて。うん。で、その、全員。だって別にさ、3日目の午前中とかに受け取ってもらえればいいんじゃないの？そうすん。だから午前中に。ああ、そういうことね。変えたんだ。で、変えたんだ。変えて。で、3日目のプロポーズは何時ぐらい？やっぱ夕方？夜ですね。あ、夜？夜。夕日はもう沈んでるぐらい。沈んでます。もう本当に夜です。どこで？小浜、その、民宿宮原さんのところですね。のどこ？の、なんか外のバーベキュー場みたいなのあるバーベキュー場？バーベキュー場。まあ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 、お酒ちょっと飲めるか。ああ、そういうことね。とかあるんですよ。ご飯は中で食べたの？中で、あの、外の、あの、小浜島の、うん、あの、小浜島じゃないでしょ？の料理。あ、うん、料理屋さんで食べました、ね。食べたんだ。そう、3日目ね。泊まるのは、うん、宮原さん。ああ、そういうことか、うん。外で食べて、またちょっとじゃあ、お散歩してたみたいな感じかな。ね、で、バーベキュー場に入ってきました。で、チェックイン。まあ、チェックインはしてて。あ、チェックインして、うん。して。で、そしたら LINE 来て。しのぶさん、あの、公式の LINE が、しのぶちゃんから、しのぶさんの、うん、公式の民宿の LINE があるんですけど、うん、あの、下に来てもらえますかって言われて。公式、民宿の公式 LINE があるの公式 LINE がある。それ嫁は入ってないんだよね。嫁入ってないです。だよね、俺がけで水面下で、ね、水面下でやってるんだよね。全部バレバレね。で、って言って、そうしたら、うん、あ、届いたんだけどさ、どんな感じでサプライズすんのって言われて。ああ、そうなるよね。うん、だって、しのぶちゃんも初めてじゃない初めて、初めてです。だよね。まさかうちのね、民宿でプロポーズする。初めて。やつが来るとはね、宮城県からさ。宮城県から。聞いたこともない方言を喋る。パニックなりますよ。なるよね。失敗できないしね。失敗できないです。前日プロポーズしてること知らないんでしょ知らないです、ね。あ、じゃあなおさら焦るよ。で、ここでプロポーズしたい。変なプレッシャーをさ、しのぶちゃんにかけるんじゃないよ。いやもう、じゃあ俺全面的に、俺頑張るから。いい人じゃん。すげえいい人なんですよ。しのぶちゃん。で、じゃあその時になったら、うん、お酒外で飲みなって言われて。あ、ちょっと段取りというか。ちょっと、ね、言って。はいはいはい。外でじゃあ飲みながら、この合いがいいところで俺外に行くから。お外に俺出かけっからっっ。あ、出かけんだ、しのぶちゃん。うん、そしたら近くにあの、ミアラのとこ引き戸あるんですけど、うん、そこにバラ用意しとくから。素敵だな、しのぶちゃんしとくから、うん、それ取って、うん、あの、渡せよと。なるほど。うん。これ行ってこいって言われて。はいはい。で、俺、そう、セッティングされて。なるほどね。もうそこに置いとくから。置いとくからって。ガラガラって言って。うん、これ持ってって。うん、で、そこで、プロポーズです。なるほどね。え、待って、取りに行くとき一回だって席を外すんじゃないの安倍ちゃんも。そう、席外しました。なんて言った外したんだ、それは。一緒にお酒飲んでてさ。そう、夜空見てて。な
何だよそれ。夜空見てて。夜空見てて。もう見てたでしょ、だって。もう事前に。うん、分かった。沖縄なんだから。あっちの方見てたやつ。ああ、なんかあれだね。なんか、いい嫁なんだなって感じはする。とりあえずその安倍ちゃんがいろいろ用意してくれてるからその段取り通りちゃんとやってあげようっていう優しさをすごく感じた。そう。でそこで俺乗ってきて、うん、あのプロポーズで、あの待たせてごめんなさいっつって、うん、待たせてごめんなさい。そのバラを取りに行くのに時間。いや、そこの所要時間じゃないぞ。2時間も待たせて。所要時間じゃない。サムドラの中に2時間も待たせてごめんなさい。付き合ってた時間。あ、そういうことね。付き合ってた時間ね。ごめんね、バラをちょっとすごく遠くに置いちゃったからみたいな。そんな遠くに行くんですよ。しのぶさんしのぶちゃんと、人だけどってなりますよ。しのぶちゃんどこ置いたのじゃないのね。で、そこで俺が言いましたね。なるほどね。よろしくお願いします。うん、結婚してください。うん。2日目。で、そこで、ありがとうって。またありがとうじゃん。小浜島なのによろしくお願いします。あ、よかったわ、よかったで終わりました。喜んでた、喜んでました。泣いて喜んでた、喜んでました。泣いて喜んでた、泣いてはなかったです。びっくりな、びっくりな勝ってました。あ、びっくりでもしてくれたんだ。それ終わった後に、うん、タイミングよく忍さん来て、うん、おめでとうーって言って。これはもう見計らってたって。2階から見てたよ絶対。絶対2階から見てた。でもね、あの一緒に喜んでくれましたね。ああ、よかったね。それで成功したんだ。しましたね、で、エッチして。エッチしねえんすわ。民宿ミヤマでエッチしねえんすわ。しないの？しないんすわ。民宿ミヤマはそういうとこじゃない。しねえんすよ。違うの？モーテルみたいなとこじゃない。結構もう髪薄いっすか。民宿だもんね。そうね。そっか。じゃあ民宿じゃできないか。できない。でも俺ちょっと、忍ちゃん若干こう聞き耳立ててる。ちょっと見てたかもしれない。もしかして若干聞き耳を立ててた可能性は。あるかもしれないけど、ね、ああそういうことだったんだね、うん、なるほどね。ちょっとね、いろいろまだちょっと話をお伺いしたいんですけども、まだオープニングタイトルコールしてないんでタイトルコールしていきたいと思います。それじゃあ今夜も参りましょう。ゴールデンライン木曜、なおみちのく今夜も怒られる。改めましてこんばんは。ゴールデンライン木曜、なおみちのく今夜も怒られる、パーソナリティのなおみちのくです。この番組はラジオ3のゴールデンライン枠で、なおみちのくがアーダコーダお話をしながら多方面から怒られる、そんな30分番組となっております。というわけで本日のゲスト、マンショアバンギャルドの千葉さんです。いや、安倍なんですわ。よろしくお願いします。本当にやっと来ました安倍。やっと来ました。自己紹介してなかったですね。自己紹介してなかった。安倍と申します。だからもうラジオ3で聞いてる方は誰の結婚のエピソード今聞かされているんだって一般の方のやつだなって。ボケ倒してくるけど誰なんだこいつはみたいな感じになっております。あのね、今コメントとも来ておりますですね。セラちゃん素敵と来ておりますよ。ありがとうございます。素敵だって。ありがとうございます。あとやっぱ最高最高最高って来てる。最高最高最高。マヨちゃんもやった大成功。大成功でした。てっちゃん、てっちゃんしてるコメント。ありがとう。ドキュンズキュン胸を打つってますね。イッサですね、きっとね、これはね。あとね、セナちゃんからね、早坂さんちょっと黙ってたくせな。早坂さんちょっと黙ってた。おかしいな。なんすよ。なんでだよ。ちょっと。いたって普通のことだろう。そう、聞き、もう、そこ淡々と聞いててください。そっか。なるほどね。なるほど。じゃあ、それで、じゃあ、無事。無事。OK をもらって。そうです。それが3日目だよね。はい、でも4日目はもう晴れて、晴れて、もうお互い結婚しますみたいな状況で、ね、観光したの。で、観光して、うん、あと、朝の食事。手繋いで。手繋いで、朝の浜辺を歩いたりなんかして。そこはしました。だね、しました。それはした、それは良かった、良かった。それは結構、もうね、婚約してるようなもんだもんね、言ってしまえば、ね。あんま繋がないんすけどね、俺、あんまり。あ、本当に？あんま繋がない派なんで。向こうが嫌がるの？いや、俺が。なんか手がぬるぬるしてる、ね。あ、そうそうそう。あ、本当に？そう。あ、手汗かくんですよ、俺。そういうことね。って奥さんが言うの？そう、手汗かくからちょっと嫌です。あはは、そっか。じゃあ手袋するしかないね。手袋そう。軍手とかして。おかしいじゃないですか、俺。まあ確かにね。なんかちょっとショックかもしれないね。いや、そんなこと言わねえでさ。指輪は？指輪まだ買ってないんすよ、俺。え？ちょっと待って、婚約、プロポーズってさ、指輪って、一緒に出すもんじゃないの？いや、それは、そんなことない？結婚指輪じゃないですか？結婚指輪？婚約指輪？結婚指輪？婚約指輪も結婚指輪二つあるんですよ。伊藤さんも二つ買ったっつだわ。すげえ。うん。言ってた言ってた。これは兄さんすごいっすわ。二つ買ったっつだ。さすがですわ。二つ買ったし、もう奥さんに好きなのをもう選ばせた。うわー。金額は気にするな、みたいな。なりてーなりてー伊藤さん言ってたよ。いやだ、しなさいよ、それぐらいのこと。うわー。ちょっと頑張ります。いや、まだ指輪買ってないんだ。で、これから買うの？これから買いますわ。それ二つ買うの？それとももう、婚約指輪、ね。婚約指輪。あ、ずっとつけとくやつですね。ああ、だよね。ずっと薬指。うんにつけてる。つけとくやつ。ね、安倍ちゃんはチンコにつけてる。何俺、ここ民族なんです言いますよね、そういうね、民族ね。安倍ちゃんはチンコにつけるけど、ね、浮気しないじゃん。そうほらその感想タイムで。やんないじゃん。そんな。やんないですよ。
浮気しなくていいんじゃない？いや、やつも、ティファニーって書いてあるやつ。ディープくんさんがね、カルティエ行っちゃえーって。カルティエ、あ、高いっすね。カルティエ高いんじゃないの？カルティエとカルティエ行っちゃえーって。結婚指輪と言えばみたいなね。マヨちゃん、早坂さん余計なことですか？表現まずですよ。いやいやいや、俺の番組だから。俺の番組、俺の30分だから、これは。すごいね。そっか、じゃあまあね、よかったね、それはね。じゃあもう今はじゃあ一緒に暮らしてんだ。一緒に暮らしてますね。ああ、そう。仲良く。仲良く暮らして。喧嘩もせず。喧嘩もせず。それ、年上、年上、それは聞いても OK？ あ、全然いいっすよ。そうなんか。年上？あ、じゃあ、一個上。あ、一個上？あ、安倍ちゃんにはなんか良さそうだね。そうなんですよ。俺、ね、千葉にも言われたっすうん、だと思うわ。うん、安倍は、同級生とか年下より、年上の方がいいよ、うん。そっか、姉さんに、あ、じゃあ、なおさら合わせてくれるわな。うん、引っ張ってくれるような。なんか、可愛い弟がいろいろ準備してくれたな、みたいな感覚だったのかも。かもしんないです。知れないね。うん。確かに、そっか。え、千葉ちゃんはなんて言ってたの？その、言ったんでしょ？言いました、言いました。結婚することになったんだとか、伝えたでしょ？うん。そしたら千葉ちゃんは？おめでとうって。なんだそれ。なんでそのノリ。大学生みたいな感じで。おめでとうって言ってたんだ。さすがだね、みたいな。一番最初にやっぱり言った？言いました、言いました。相方一番最初に。まあそうだよね。ご両親は？は、その後に言いましたね。付き合ってることはもう言って。付き合ってることは全然言ってた。言ってて、じゃあもうプロポーズして成功しましたってのも言ってた。言いましたね。ああ、そう、喜んでた。喜んでましたね。なるほどね。結婚式とかも？まだしてないですよ。あの、する予定は。だよね。もうしましたって言われたら、俺ちょっと。確かに、ね。俺それちょっとショックだよ。早っ、ね、あ、実はもうして、なんか、ニードルの二人が余興してくれたとか言われたら、いや、待って、みたいな。何にも聞いてないからってなっちゃう、こっちも。いや、してないです、まだ。まだ。SNS やってなかったから知らなかったのかな、みたいになっちゃうから。まだしてないですよ。じゃあ結婚式、どうなの？式はする予定なの？式は、これ難しいよね。うん、なんか、奥さんはさ、ウェディングドレス着たいから式やりたいって人と、うん、写真だけでいいなって人とか、いろいろいるじゃんか。後者です、うちは。あ、写真だけでいいパターン？写真だけ前撮りでちゃんと着て、うん、ウェディングドレス着て、うん、その撮りたいなっていう。ああ、そうなんだ。うん、なんそのあんまり大勢の人が苦手とか、うん、それちょっとあります。主役になりたくない。主役ちょっとこっぱずかしいわ。ああ、うん、おしょすいんだね、きっとね、うん。そっか、まあね、あなたはどうなの？俺は全然やりたいです。式？あの式とは限らず、うん、ちょっとパーティー的な。あ、パーティー的なこと？やりたいんですよ。乱行パーティー。乱行パーティー好きや。俺だけチンコにリングついてきたんだからね。あれ本当につけてたんかって。ああ、そうなんだ。まあいいんじゃない？パーティーとかね。パーティー。まあ一応やる、まだ具体的な日付はね、抑えてないですけど、うんうん、やる予定ではいますので。そうなんだ。その時には、よろしくお願いします。うん、今、直接。ご招待をさせていただきました。ね、そうですね。お断りします。しません。じゃあ一回ここで曲流そうか。はい。じゃあ今日ね、その、新婚だから安倍ちゃんが、はい。ね、安倍ちゃん好きな曲流してください。私がじゃあ崇拝する。うん。長渕剛さんで、シャボン玉。さあ、このままエンディングでございます。すごいね。長渕剛を聴きながらのエンディングは番組史上初じゃないですか。最高や。そんなに好きなの？長渕剛。長渕さん好きですね。あ、そう。なんできっかけは？あの、親父がずっと聴いてた。ああ、そういうこと。親父の影響ってでかいんすよ、俺の中で。あ、うちお父さんいないからちょっとわかんないっすね。あ、そうね。どうしたらいいんだろう。はい、これエンディングでこんな感じで。あ、ちょっと傷をえぐられたかもしれません。そうか、じゃあ、長渕剛と嫁さんどっち好き？こう。長渕剛と嫁さんどっちが好き？さあ、一覧選択で、この真ん中に丸っすね。一覧のね、青ネギか白ネギかの、どっちも好きですみたいな。どっちも好きだと。それ嫁怒らない。どっちも来ますか？私、長渕剛と同じなんだと。ならない。嫁大丈夫そう。お嫁さんが大好きです。そっか。はい、で、長渕剛が結婚しようよって言ってきたらどうする？結構長渕剛。多様性の時代。そう、だから長渕剛と結婚できるチャンス転がってきたらどうする？いや、もう俺は。プロポーズのタイミングでちょっと待ったちょっと待ったね。長渕剛がバーって出てきて、いや、俺もよろしくお願いしますって来たったら困ったでしょ、きっと。困りますわ、それ。目の前に好きな嫁と好きな長渕がいたらさ、一瞬やっぱ迷うでしょ。迷いますね。で、長渕選ぶでしょ。長渕選ばないっす。そっか、うん、まあでもね、ほらだからさ、結婚してさ、うん、俺は一度もおめでとう言ってないわけですよ、報告を、はい、されてもね。でさ、なんとなくさ、うん、これ最後エンディング残り1分あたりでさ、うん、あ、最後の最後に言ってくれるんだみたいなさ。最後ね、よくありますよね。あるでしょ？こういう感じでね、絶対言わないから。なんだこの人。この人なんや。絶対言わないから。俺はだからまだ認めてない。あ、じゃあパーティーの時に言ってくれるみたいな。あ、じゃあそう思っといて。あ、じゃあ次はあるとしたらそのタイミング、うん、かもしれないですね。パーティーの時にね。ほら、奥さんもわかんないし、俺。ああ、そうですね。お会いしたこともないから。二人に言ってくれるのかな、そう、その可能性を。泣かせる可能性あるからね。マジっすか？うん。
早坂さんがここで本気出してきて泣かせる可能性が。ガチ泣きしちゃいますね。ガチ泣き。嫁がガチ泣きする可能性が。大どんでん返しがありますんでね。じゃあその辺楽しみにしていただきたいと思います。まあ、とりあえずご結婚ね、おめでとうございますということですからね。今後とも仲良くしていただきたいと思います。本日のゲスト、阿部ちゃんでした。はい、ありがとうございます。直道の今夜も怒られる。また来週お会いいたしましょう。さようなら。